はい、こんにちは。今日は水引の蝶々結びのポチ袋の作り方を紹介します。水引は、色違いのものを2つ用意しています。それとポチ袋と、あとセロテープが必要になります。では実際に作っていきます。まず水引のをしごきまして、後ろを固結びで結びます。この通り、人差し指で1回のところで1回回して、この中で2つとも紐を通して結びます。ここはギュッと強く結んでおきます。そしてこう両方の紐を、水引きを引っ張って、こう裏側に貼れるようにしておきます。そしてこの状態で ここにセロテープで貼ります。そして表にします。しましたら、こう紐が両方とも出ますので、ここで手で、端っこを押さえまして、水引きを折ります。結構きつめに折ります。折ってこうふわふわっとならないように、きちんとここで折り目をつけます。反対側も同じように、端っこ、封筒の端で押さえて、ここを折り曲げます。これで交差するようになりますので、ここで一度これを、こちらを上にします。右を上で、左を下にします。で、左を下にして、上から、下から上へと通します。通しましたら、今度はここを蝶々の結び方をします。このように、ここで蝶々結びの結び目を作りまして、今度上の赤青あじゃあ下の青を青をこう2つの紐の上を通しまして、でさらにこの中をこのように通します。このして今度はここをちょっとあらかじめこのように作っておいて、ここに通します。これですね、ここを通してこの中を通します。今通して、もう一つの穴の中へ通します。そして穴を通しましたので、これを固くします。まず固く紐を結びます。そして次に長さを調節します。今ちょっとはみ出しちゃってるんで、これを程よい長さに調節します。で、こちらも同じように調節します。
下がこう紐につながっているので、この下を引っ張ると、長さが調節できます。でこう今ちょっとまだつなぎ目がガバガバなので、そこは上の紐を引っ張るとここの、こう結び固く結ぶことができます。そうすると、外れにくくなります。でお互いに2つとも長さを合わせます。そうしましたら今度はまた紐をしごいて、お互いに同じ長さでハサミで切ります。そうしましたらこの通りに、水引きの蝶々結びのポチ袋ができます。ぜひ色違いで今回作ってみましたので、皆さんも色違いのポチ袋を作ってみてください。では見てくださってありがとうございました。